今日は IPS さんにお邪魔して、新製品ですね、デュアルカラーフォグランプバルブ、こちらの、テストも兼ねたご紹介を伺いました、従来は、白なら白の、バルブ、イエローならイエローのバルブと、どちらかを選ばなくてはいけなかったわけですけれども、こちらは一つのバルブでその切り替えができる、これが、今回のこの新製品の一番の特徴です。見た目はノーマルと全く変わりません。このリフレクター反射鏡のところを見てもらっても分かりますけれども、黄色くなったりとかそういう色の映り込みもなく普通に、リフレクターの、色になっていると思いますけれども、でこれが、このバルブによって白と黄色、ホワイトとイエローをこう、どちらにも切り替えることができる、まあ、そういうバルブですけどね。まあ、通常の LED フォグランプバルブと同様にカプラーオンで取り付けることができます。黄色い光の方は、黄色い光というのは透過性が高いと言われておりますけれども、悪天候時に車の直前を重点的に照らす、そういう配光パターンになっています。白い光の方は、ヘッドライトのロービームの少し手前を、ちょうど暗くなるところですね、そちらを、ワイドに、照らすという形で、例えば路肩であるとか、カーブの先に曲がっていく先ですね、そちらの方を照らすという広範囲に照らすことができる配光パターンになっています。はい、というわけで試乗してまいりました。一番インパクトが強かったのは、まあ、とにかく明るいということですね。光の強さもそうなんですけれども、配光パターンがすごく絶妙で、まあ、動画を見ていただいてすごく、ね、よく分かったと思うんですけれども、ロービームの光をうまく、保管していると。このバルブに使われているチップ、LED のチップですね、これはレクスターエレクトロニクスと IPF の共同開発で、3年のメーカー保証がついています。今日試乗してみてすごく実感したんですけれども、性能的にもすごく、3年というメーカー保証期間にですね、自信が現れているなというのを、すごく実感いたしました。 IPF デュアルカラーフォグランプバルブおすすめです。